皆さんこんにちは。インテリアコーディネーターの久保高美です。新築を購入されて一番最初に悩まれるのが内装の色選びなんですね。その中でも床の色は一番面積が広くてインテリアイメージを大きく左右するエリアとなります。そこで今回は床の色を選ぶ時の考え方と決め方をお伝えしていきたいと思います。家を購入するとまず最初に床材を決めるのが一般的なんですね。工務店側からしても早めに決めてもらいたい内容でもあります。インテリア的にも床材はベースカラーに含まれまして、そのベースカラーっていうのは床、壁、天井のことなんですけれども、それはお部屋全体の約 70% を占めます。ですのでまず最初に床の色を決めていきましょう。床の色は大まかに分けると白に近いホワイト系と中間色のナチュラル系と濃いめのダーク系の色味があります。それぞれ樹種の違いによって色味の違いや濃淡のバリエーションがあります。その他に最近はこのようなグレーがかった色も人気ですし、ダーク系ほど濃くなくても赤みがかったチェリー色も人気です。床の色を決める前にまずインテリアの方向性を決めると選びやすくなるんですね。インテリアイメージっていうのはたくさんあるんですけれども、大まかに分けると3つに分けることができます。ですのでぼんやりとでもいいのでお好みのインテリアの方向性を1つ選んでみてください。まずはナチュラル系なんですけれども、ほっこり温かみのある雰囲気でナチュラル色が多く使われた空間になります。自然素材がお好きな方にいいと思います。北欧ナチュラルとか和のエッセンスを取り入れたジャパニーズモダンなんかもナチュラルに入ります。次にモダン系なんですけれども、モノトーンなどメリハリのある空間になります。クールでかっこいいイメージがお好きな方に向いています。ラグジュアリーモダンなどちょっと高級感のある雰囲気を作るのにぴったりです。もう一つがヴィンテージ系なんですが、レトロな家具や工業系、アンティークな家具が似合う空間になります。インダストリアルテイストとかシャビーシックなんかもヴィンテージ系に入ります。インテリアの方向性が決まったら、その方向に持っていきやすい床の色を選んでいきます。まずナチュラル系がお好きな方なんですけども、やはりナチュラル色の床色が一番イメージを作りやすくなります。ナチュラルの、代表的な色である奈良やオークの色は家具にも多く使われてますので、インテリアのイメージを作りやすくもあります。この写真もナチュラル系の空間になるんですけれども、ナチュラル色の床色に、木の足のソファーとホワイトのテーブルと棚板を合わせてすっきりとコーディネートしている空間になります。ソファーのシャープなフォルムとか、針地アートの色をグレーにすることによってモダンな印象を加えています。こちらもナチュラル系の空間になるんですけども、この、ナチュラルのフローリングが、ヘリンボーンのデザインになってまして、少し個性を、加えたテイストになってますね。あとあのソファーの足と後ろのシェルフが、木のナチュラルカラーを合わせて、ナチュラ感をアップさせているのと、ソファーのフォルムが丸っこいフォルムになっているので、先ほどの写真に比べて少し可愛らしい印象になっています。モダンなイメージを作りたい場合は、中間色よりも白か黒かというはっきりしたメリハリのついた色がおすすめなんですね。白か黒かなんですが、その中でも、木目があまり出ていないすっきりとした模様のフローリングがおすすめです。ヴィンテージ系も、ホワイト系もしくはダーク系の色がおすすめなんですけれども、例えばインダストリアルテイストのような男性っぽいイメージを作りたい場合はダーク系で、
シャビシックのような女性っぽいイメージの場合はホワイト系がおすすめなんですが、その中でも、節とか木目もしくは古材のような雰囲気を感じるフローリングがおすすめです。こちらモダン系の空間になるんですけれども、ほとんど木目を感じないつるっとした、ダークの床に家具も濃いめの色を合わせてかっこよく引き締まったモダンな空間になっています。こちらもモダン系の空間になるんですけれども、先ほどとは逆にホワイトのほとんど木目を感じないフローリング、そして大きな家具であるソファーをホワイト系にしてベースを作って、プラス小さな家具ですね、小さな一人掛けソファーですとかセンターテーブル、あと小物で黒を入れてミリハリのついたモダンな空間になっています。こちらはヴィンテージ系のお部屋でダーク系の床色を使ったパターンですね。先ほどのモダンの時のダーク系の床色と違って、アンティーク調といいますか古材っぽいテイスト雰囲気を持ったフローリングになっているのがポイントです。プラスレトロなデザインの照明ですとかレトロなキャメルカラーのソファーでヴィンテージ調の空間を作り上げています。こちらもヴィンテージ系に入るボヘミアンな雰囲気のお部屋なんですが、ホワイトの節の入った床色に古材風の濃い色の家具を合わせて、ボヘミアンな雰囲気を作り上げています。こちらもヴィンテージ系に入るシャビーテイストの空間なんですけれども、ホワイトの古材風の床材に素朴なアンティークテイストの家具を合わせてシャビーテイストを作り上げています。床の色による見え方や木目についてなんですけれども、まず明るい色の床の場合は膨張色であるため部屋が広く見えます。その代わり、床の色が明るいので黒い、髪の毛の色ですとか黒っぽいゴミが目立ちやすかったりしますし、逆に、白っぽい、ホコリですねとかは目立ちにくかったりします。次に、暗い色の床なんですけれども、暗い色は収縮色であるため部屋が狭く見えがちです。ただ暗い色の髪の毛が目立ちにくかったり、逆に、白っぽいホコリの色が目立ちやすかったりします。実際に家具を選ぶときなんですけれども、一番コーディネートしやすいのは床色と同じ色の家具にすることなんですね。明るい床色の場合は似たような色の家具が見つかりやすいっていうのと、あと濃い色の家具も合わせやすい色になってます。逆に暗い色の床の場合は家具まで暗くしてしまうとちょっと圧迫感が出て狭くなるっていうことが多いので、明るい色の家具を選ぼうとする方が多いんですけども、その時にどういった明るい色の家具を選ぶかっていうのが難しい色になります。単調な一色の床よりも濃淡のある床色の方が薄めの色から濃いめの色まで家具の色のセレクトの範囲が広がって合わせやすくなります。それでも悩まれる方はオークなどのナチュラル色で濃淡が入ったものが家具などが合わせやすくておすすめです。色以外で床を選ぶ時のポイントとして素材とデザインがあります。で、素材についてなんですが大きく分けて2つありまして、無垢のフローリングと複合フローリングがあります。無垢のフローリングなんですが、これは天然木の一枚板を加工したものになりまして、足触りが良かったり木によっては、香りが良かったりするものもあります。反面、ちょっとコストがかかってしまったりとか割れや反りが起こりやすかったりメンテナンスが必要になったりします。次に複合フローリングなんですけれども、こちらは合板などの機材に化粧材とかシートを貼り付けたものになります。これは、柄の安定性が良かったり収縮のリスクが少なかったり、あと無垢に比べてリーズナブルになります。ただ深い傷ができた時に補修が困難だったりする場合もあります。次に床のデザインなんですけれども、最近は木目のないつるっとしたものよりも自然な木目を出した素材感のあるものが人気になっています。
また、個性派の方にはレトロ感のあるヘリンボーンデザインも好まれています。床の色が決まったら建具の色を決めていきます。建具には出入り口のドアからクローゼットや収納関係の建具までいろいろあるんですが、ここでは部屋のメインとなる出入り口のドアを見ていきたいと思います。まずいろんな組み合わせがある中で、一番オーソドックスな組み合わせがフローリングと同系色のドアです。これは間違いない組み合わせになりまして、フローリングを何色にするかによって部屋の印象が変わってきます。次にフローリングと反対色なんですけれども、こちらはフローリングをホワイトにした場合、ドアをダーク色にすることによって空間にアクセントをつけることができます。こちらはダーク系のモダンなフローリングにナチュラル色のドアを合わせて、モダンとナチュラルスタイルをミックスしています。次にホワイト系なんですが、ホワイト色のドアはどんな床色にも合う万能カラーになります。壁と同化させることによって空間をすっきりと広く見せることができますし、家具の色を選ばないので、建具の色を選びかねている方はホワイト色にするのがおすすめです。次はアクセントカラーなんですが、あえてカラフルな色のドアにすることによって、海外のお部屋のような個性的なお部屋にすることもできます。床の色はインテリアのイメージを大きく左右し、簡単に張り替えられるものではないのですが、実際は工期の関係でゆっくり選ぶ時間がなかったり、相談する人がいなくて一人で悩んでいる方も多いです。なので今回の床や建具の色の選び方を参考にしていただければ嬉しいです。またたくさん情報を集めても、自分は一体どうしたいのかと迷子になってしまった時は、プロの客観的なアドバイスをもらうことも後悔しない家づくりの一つの方法だと思います。暮らし屋投資いいよ。